どうも皆さんこんばんは、ごはんです。さあ今回はですね、ドボルベルクを許さないと題しましてチャージアックスのね、練習を兼ねてドボルベルクをね、もう最短で買ってやろうっていうね、催しになっておりますよろしければお付き合いください。それでは出発。さあ始まりました。いやー本当にね、もう先日の失態を受けて今回はですね、おなじみのチャージアックスで、ね、ドボルベルク、ベルベル言えてないよドボルベルクをね、バッタンバッタン買っていきたいと思います。さあいたぞ。よし、今回はですね、私あのこの仮技、エネルギーブレードとオーバーリミットというものをですね、つけてきてるんですよ。なのでオーバーリミットをして瓶をマックスにした状態でエネルギーブレードを放つっていうね、もうかなりもう力技をね、放っていきたいって今回思ってるんで、よいしょ、赤色、オッケー。さあちょっともう繰り返さないぞ、失敗は。どこに来るのかな、よいしょ、溜めていきましょう瓶、シャキンシャキン、よいしょ、ガッチャン、よいしょ。でですね、結構動き遅いからスタン取っていけるんちゃうかなって思ってるんですけど、どうでしょうか。まあちょっとスタンばっかり狙いに行かんと、しっかりちょっと倒してからね、やっていこうと思います。よいしょ。もうこの笛を担いでた私と同じ人やと思ってもらったら困るよさあ再び瓶貯めていきましょう、シャンシャン、よいしょ。うん、的が大きいからね、いいよね。結構、おーっとっとっと、あーこれ間に合わんかな。さあどこに行く。X や R 同時押しで武器出しができるってコメントで教えてもらったんですよ。よいしょ、こうか、OK、よいしょ、へい、ドッカンドッカーン、あかーん一番大事なの外したで今、痛い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 、よいしょ。さあ再び瓶を貯めていきましょう、シャキンシャキンシャキン、貯めてシャンシャンシャキンで赤ゲージに持っていこう、よいしょ、赤に持ってくよ。で瓶を貯めよう。いやでも私今回チャージアックスこれで3回目、マシになったよね、一番最初使ってた時よりだいぶだいぶこの瓶貯めるのが早くなったと自分でも思うんですけど、どうでしょうどうでしょう。オッケー、来たで来たでこれそしてエネルギーブレードが溜まっている。さあここはちょっとオーバーリミットを貯めてですね、ガッツンガッツンやっていきたいね。よし、オーバーリミット溜まった、いきましょう、オーバーリミット。これでね、なんと瓶が巻き舌になってしまったけど瓶がね10本装着できるようになるんですよ。これ絶対これのエネルギーブレード当てたら気持ちええでよいしょ、オッケー、一気にこれ何本、6本チャージできた、よいしょ。あかん、あかん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 、ちょっと調子乗った、オッケー、これでマックスチャージできるんじゃ、オッケー、このブンブン丸終わったらこのエネルギーブレードぶち込んでいきましょう。ちょっと外さんように外さんようにせなあかんからな、エネルギーブレード。よいしょ、顔に行こうか、いけ、エネルギーブレード最大火力ドカーンうわこれめっちゃ気持ちいいねすごいでかいあれやったな、見えたね、あの光の剣が、危ない、いやまさに挽回よいしょ、チャージ、
でもオーバーリミットがもうあと終わっちゃいそうだな。あ、移動するね。よいしょ。一回トイレ行こうかな。いやーもう笛のようにはいきませんよ。まああとはね、本当にあの護衛の人の乱入だけ気をつけて。とか噂をすると来るからね、あの人本当に。お、角壊れてるやん。おお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 お、転べ転べ、あかん、転ばんわ、間に合わんかも、間に合わんかも、あかん、間に合わんかった。防御して、オッケー。うわー、すごいね。ちなみにこの赤ゲージになってると結構防御性能も上がるっていう噂を聞いたんですけど、ドカーン、オッケー。さあもう一回瓶ためな。よいしょ、もう一回溜めていこう。赤によいしょ、チャージしてください。チャージ、ちなみにこのチャージマークがマックスにこう瓶をね溜めない状態になっちゃうと攻撃がね 100% 弾かれる状態になっちゃうので、よいしょ、防御、このチャージがね出ないように戦うのもコツみたいですね。さあオーバーリミット終わっちゃったんで再び赤に持ってきましょう。よいしょ、シャン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 、ゲイ。さあまだね、昨日戦ったばっかりやから、あのまだね動きがね頭に入ってるから、あ、やばいやばい、斧に変えちゃった、しまった、ミスっちゃった。よいしょ、あ、毒毒落とし穴めっちゃナイスやん。そこめっちゃ上手になってん、落とし穴置くの、えらいえらい。さ、コブが弱点ってコメントであったんで、私昨日頭ばっかり狙ってたから、ちょっと今日はコブも行こうかなっていう。よいしょ、コブも行こうかなって言ってる間に追うのが間に合わなかったね。さあちょっと次は頭行こうか。これこかせられるかな。お、頭行こう、頭行こう。スタンもう一回ぐらい取りたい。ちょっと遅いの、そのそ、今の武器しまった方が良かったかな。よいしょ、いけ、当たってない。よいしょ、あ、微妙に当たってない。さあ再び瓶貯めていこう。よいしょ、もう昨日の笛を担いでた人と同じ人やと思わんといてよ。よいしょ、借金。おお、やばいやばいやばい、エリア移動しちゃうよ私が。ココちゃんとかもね頑張ってね、このブーメラン、ちょっと待って、それ連続やめて、連続やめて、危ない危ない。スタンをね取ろうと頑張っててくれるんで。よいしょ、どうどう、まだか。この端っこはちょっと危ないからな、もうちょっとこっちで戦いたいっていうのがあるんだけど。お、どっち来る、あーこわ、おっとっとっと、ゆらゆらゆら、あーやばい、武器出しミスった。これ3つのキー同時押しやったの今の。よっしゃ、オーバーリミット溜まったで、これまたやろう。あれまたやろう。よいしょー、やめて、今はダメ、今はダメ、今はダメだって。さあ瓶貯めよう。瓶貯める前にこれ赤が切れちゃうかな、ちょっと危ない危ない。シャン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 、よいしょ、オッケー、どん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 瓶貯めていこう。よいしょよいしょ、あー、ここで移動されちゃう。よし、エネルギーブレードの準備できてるぞ。この赤やばい、ちょっと点滅してるやん、もうすぐ切れるってことやから、あのこの赤強化状態が。これでも動き止まってくれんとな、せっかくの超エネルギーブレードをミスったら嫌やからな。ちょっとこっち向いて、今行こう。よいしょ、ドカーン、オッケー、当たったよね、当たったよね。よし、そしてどこどこ落とし穴も張ってくれた。よいしょ、で気をつけなきゃいけないのが今回捕獲ですよっていうね。
その買ってしまったらまた別の意味でめっちゃ悔しい思いするからな。よいしょ。なかなかねこのドブルネルブ動きが遅いんで、しかも頭狙いやすいし、チャークの練習に本当に最適なモンスターだったかもしれないね。よいしょ。よいしょ。ション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 ってない。貯めて切る。貯めて切る。よいしょ。落とし穴、落とし穴来ようか。そろそろ。なかなか来てくれんのよなこっち。オーバーリミットももうそろそろ切れそうやし。おいで。突進だ。そのまますぐ。もうちょっともうちょっと。もうちょっと後ろやね。そう。ダメ。こっち。もうちょっとこっち。そう。ダメ。オーライオーライ。オッケー。よっしゃ。コブ行こう。よいしょ。いや、ここでスタン取ってもいいかもな。あー、でも落とし穴も耐性できて。あ、やばいやばい。あれ撃っちゃった。あ、でもなんかうまいこと頭に当たったかもしれない。ダメだ。赤い状態が解除になっちゃうから。 A ボタンはなんだろう。これ3回までは連打しちゃいけないのかな。単発打ちを続けていくっていう感じがいいのかもしれんな。あ、痛い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 。ちょっと足元潜り込みたかってんけど、ダメだったな。仮技ドリンク持ってきたらよかったな。よいしょ。あ、これしんどくなってるんかな。よいしょ。シャンシャン。これはまだ足引きずってないよね。引きずってないよね。昨日散々騙されたからね。あ、ちょっと武器解いとけばよかったかな。あ、これ捕食タイムやね。赤に持ってって。あ、やばい、食べられちゃった。よいしょ。よいしょ。ドカン。あ、武器研ぎたいなこれ。どうしよう、このターン終わってからにしようか。よいしょ。いや、でも今怒りのターンやしな。どうしようかな。緑でもやれなくはないけど、このぶっ飛び終わりで飛ぼうか。どっち来るかわかんない。あー、ここファンゴいるんだ。よいしょ。おおよく見える。あ、鬼人薬グレード飲んでない。これまたタイムロスやで。お、ファンゴに当たったファンゴに当たった。危ない危ない。よいしょ。ガーンガーン。よいしょ。再び銀を貯めていこう。よいしょ。あ、これまたぐるぐるドカンか。お肉食べたいな。怖いな。賭けに出よう。大丈夫だ大丈夫。こっちには飛んでこない。オッケーよし、瓶を貯めていきましょう。よいしょ。怒ったね。よいしょ。ドーン。よいしょ。スタンが取りたい、スタンが取りたい。どうだ。あ、ダメだ。危ない。ピンあと2個で取れるかな。うん、怒ってんね。あ、いかんいかんいかん。お、オーバーリミット溜まった。ちょっとまたやりたい、あれあれで買っちゃったりしてね。すごいダメージ入るからね、やっぱりあのエネルギーオーバーリミットマックスのエネルギーブレードで。それが怖い。
やりすぎ注意っていうのもあるよ。いしょ、危ない危ない危ない、よいしょ、ちょっと回復しよう。やるか、オーバーリミット、オーバーリミット。でも昨日さ、あんだけわわわ50分かかって叩いてもだよ、50分かかって叩いても倒せなかったんだから、もうあと1回ぐらいエネルギーブレード3ぶち込んだとしても大丈夫だとは思うんだよね。痛いよ、もうファンゴやめて。今あなたたちとね遊んでる余裕はないんです。やめなさいやめなさい、おっこと主様か、これはおっこと主様を守ろうとしているのか、お前たちは。そう見えなくもないけど、うわ来たよこのタイミングで、沖縄県の人あ、オッケーオッケーオッケー、移動する、君足引ずってない、それ、引ずってないよね、ないよね。よしよし、じゃあこれ瓶マックスに貯めて、もう一回行こう、エネルギーブレード3。見えない見えない見えない、ちょっとあ、ダメだ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 、よいしょ、借金、オッケー、あとピン半分ため、うわわわわ、しまった、もったいない、うわもったいない、この、いや今めっちゃチャンスやったのに、落ち着こう冷静に。お、ナイス回復笛、見えない見えない、やばいやばい、ちょっとオーバーリミット切れちゃうんだけど、痛い、これは痛恨のミスだわ。やばい、オーバーリミット切れちゃう、どうしよう、使っちゃおうか、切れるぐらいなら今使っちゃった方がいいのか、使っちゃえ、エネルギーブレイド8割、お、どうだどうだ、当たったよね、当たったは当たったんだけど、今ちょ怖いな、これで倒しちゃったら怖いな、ちょっと様子見ようか。うわ来た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 、また来た、夏野菜の人、ちょっと待って、これはちょっと本当にご移動していただかないと、よいしょ、当たらんし、ちょっと待って、ちょっと待って、うーっと待って、カオスフィールドマジでこの辺あーもうちょっと待って、ロックが、よいしょ、ゴーヤの人にロックして、あっちげ、よし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 、すぐに立ち去ってくれた、ちょっと空気読んでくれたねよいしょ、いかんいかん、もうなんか押せ押せ状態になってて全然回避とかしてないな、ちゃんとしよう私まともに回避するの本当に序盤だけ、このまた黒炎王が防御力強いから甘えてしまうんだよね、だからたまには裸とかもやった方がいいんやけど、さあこれぐるぐるポン終わりで頭に瓶入れていきましょう、おーん、よいしょ、ダメだな、転ばなかった、あ、届かない届かない届かない、ずっと怒ってるからな、ちょ転倒とかしてほしいんやけど、おお、どうどう、これ引きずってるやん、これ引きずってるやん、やったやったやった、ちょっとまだ15分張りやで、黄色昨日さすがに体力あるって言ってもやっぱ時間かかりすぎ、ちょっと待って、ゴーヤの人いるんやけどちょっと待って、
親の人にちょっと見つからぬうちに、こっち来て、こっち来て、こっち来て、ちょっとあなた早く来ちゃうから、親の人が早く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 、ちょっと回復笛で呼ぼう。これを吹くとヘイトがたまるよってあのコメントもらったんで、さあちょっと早く早く、護衛の人が来ちゃう来ちゃう、早く早く早く回ってる場合じゃないんだよ、ちょっと待ってやばいやばい、来てる来てる来てるよ、それあなたのあなたのあなたのあれじゃない、あなたのあなたのしびれ罠じゃないよそれ、ちょこっち来て、これいいから護衛の人こっち来て、ちょっとちょっと待って、あっち行け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 、ちょっと待って、お前そこ通ってくんじゃないよ、避けてて避けてて、それそれ、ちょっと待って待って待って、おお痛い、ちょっと待って、やばい、尻尾で弾かれた、ゴーヤの尻尾、やばい、やったー、ドボルベルク枯れました、いやー危なかった、危なかった、しかも全然移動してくれんし、ということでね、昨日ちょっと笛で枯れなかったので、今日はねチャークでリベンジしてみました、ということで最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さんさようなら。チャンネル登録をお願いします。パソコンの方は画面の登録ボタンから、スマホ携帯電話の方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。